女王陛下万歳、または、神よ女王を守りたえは、多くの英連邦王国及び、イギリス王室属領で使用されている参加である。国王常時二世在位の1745年9月に、制定されて以来、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国及び、同国海外領土の事実上の国家である。1745年9月28日、ドルリーレーン王立劇場にて、 初想。また、ニュージーランドの二つの国家のうちの一つである。オーストラリア及びカナダ、ジャマイカ、スバル、マンシマでは王室家として公式に採用されている。ジャージー、ガンジー、マンシマにおいても、イギリス王室属領の立場では、公式な国家である。公式行事などで使用される場合、通常第一節のみが歌われる。 イギリスの君主が女性国王ではなく男性国王である場合、曲名は国王陛下万歳、または神よ国王を守りたまえとなり、歌詞も変わる。その点で他の国家とは大きく異なる。ジョージ二世在位の1745年9月の制定時からウィリアム四世が崩御する1837年6月20日までは男性国王版である国王陛下万歳が歌われた。 ビクトリア女王が在位した1837年6月20日から1901年1月22日まで女性国王版である女王陛下万歳が歌われた。ビクトリア女王が崩御し、エドワード7世が即位した1901年1月22日からジョージ6世が崩御する1952年2月6日まで再び男性国王版である国王陛下万歳が歌われていた。 そして、1952年2月6日より、エリザベス二世女王の在位にある現在、女性国王版である女王陛下万歳が歌われている。イギリスにおいて、国家として法律で制定されてはいないが、一般に国家として広く認知されている。なお、連合王国の構成国であるウェールズや、北、アイルランド、スコットランドでは独自の国家を持ち、サッカーなど、 ウェールズ、スコットランドが個別に代表を出しているスポーツの試合では女王陛下万歳ではなくそれぞれの国歌が演奏され歌われる。かつてイギリス連邦諸国でも国歌として採用されていたが現在は公文などによって別の歌を国歌として採用している。ニュージーランドでは今日でも神よニュージーランドを守りたまえとともに国歌の一つである。カナダ、オーストラリア、 バハマ、ジャマイカ、マンシマでは王室家として採用されている。イギリス連邦非公正国ではあるが、リヒテンシュタインでは同じ戦律を流用して独自の歌詞を乗せて国家としている。歴史上では過去にかつてのスイス、ドイツ帝国、ザクセン王国、ロシア帝国、アメリカ合衆国も同様であった。動詞が三人称、単数、現在型で活用して、 セーブズとならず原型の西ブなのは神に対する過護の要請を示す仮定法現在、いわゆる祈願文であるためである。公式の場で成唱する場合であっても女王自身が過称することは一切ない。戦慄自体はフランス王国のルイ14世が自郎の回復を願う神は偉大な王を守るが起源であるため、本来はフランスの歌である。 少なくとも16世紀まで遡ることができるものの、あくまで君主を来賛する歌であり、国家とはみなされていなかった。国王上ジ二世在以下、1744年にイングランド上陸に失敗した古神王、チャールズ・エドワード・スチュアートは、1745年に側近のみを引き連れてスコットランドに上陸した。ハイランド地方の氏族は昇神王のもとに結集し、 政府軍をプレストンパンズにおいて破り、以後ジャコバイトはイングランドへ向けて侵攻を開始した。ジャコバイトがイングランド中部ダービーまで南下して、ロンドンを脅かす中で、トマス・アーンは君主と国家の安寧を祈って、神よ、国王陛下を守りたまえを編曲した。1745年9月28日、ドルリー・レーン王立劇場において、ベン・ジョンソンの喜劇。 錬金術師終演後に公式に演奏され、イゴロンドン各地の劇場で演奏されるようになって、爆発的に広まった。ただし、以上はあくまで現在確認されている公式の初演の経緯であり、アーアンが自ら作曲したとは考えられていない。1740年にヘンリー・ケアリーが作曲したという説もあれば、さらに遡って16世紀の聖書の祝 賛美歌にその起源を求める声もある。そもそも、イングランド起源ではなく、ジャコバイトの側の歌であり、フランスから輸入されたものだとする者も,もいる。このように多くの研究があるものの、明確な起源は今なお判明していない。いわゆる左派から、イギリス国家は、戦争をイメージさせるとして、変更を求めている。イギリス国家を誠実に歌うには、神の存在を信じ。 神が女王を救おうとしていることを受け入れる必要があるため国民の命より女王を優先するのは民主的ではないとされている。また、イギリスは日本よりも共和制を望む国民が多いため女王陛下万歳の批判も多いことがある。また、イギリスの大手ガーディアン氏は時代遅れのゴッドセーブザ・クイーンをついに破棄する時である。として英国政府。 英国王室を猛烈に批判した。BBC によると、イギリス国民の18から24歳のアンケート結果によって、約43%は、君主制度国家について、不支持を示したと明らかにした。近年において、バトルオブ・ブリテンの追悼式の際に、労働党左派のジェレミー、公民が、国家聖賞の際に、女王陛下万歳を一切歌わず、 口も開かなかったことが国内で問題となり、右翼、左翼内で分裂となった。イングランドのサッカー選手のゲイリー・リネカーは、女王陛下万歳を、世界一最悪な国家と批判した。また、その後、国家を聞きたくない、歌いたくないどの理由で、表彰式などにも登場しなかった。イギリスの君主に女王ではなく、男性国王が在位している場合は、クイーンの代わりに、 キングを、ハーの代わりに、ヒズ、ヒムを用いる。また、3番の、第6行の、ツーシング・ウィズ・ハート・アンド・ボイスの部分が、ウィズ・ハート・アンド・ボイス・ツーシングとなる。これまでの君主の性別による国家の変遷は、以下の通りである。なお、エリザベス2世女王から、時代以降のイギリス王位継承順位の流れに、従えば、ウェールズ公、チャールズ・ケンブリッジ公、ウィリアム王子。 ジョージ王子と三代続いて、男性国王の在位となることが確定しており、その期間は歌われる国歌も、ゴッド、セーブ・ザ・キングとなる見込みである。国歌として通常歌われるのは一番である。曲が短いためにニコーラス歌われることがあるが、その場合、公戦的な2番ではなく、立憲君主制を想起させる3番が付け足される。BBC プロムスでは一点2番が歌唱される。 2012年ロンドンオリンピック開会式などでは1番3番が歌われた。6番はジャコバイト放棄の記憶が薄れイングランドとスコットランドの融合が進む中で19世紀初頭にはほとんど歌われなくなった。近年になって反逆せしスコットランド人を破らしめむという節がスコットランド住民を敵視するものだとして6番を 削除する案が一部議員から提出されているが、反対意見が多くまだまとまっていない。歌詞に出てくる、ウェード元帥とは、ジャコバイト鎮圧やオーストリア継承戦争で活躍した軍人ジョージ・ウェードのことである。歴史の長い曲であり、著名な作曲家たちによって編曲されている。ありがとうございます。